マックシミリアン・バイスターはドイツゲッティンゲン出身のサッカー選手。ポジションは MF。2004年からハンブルガー SV のユースチームに所属し、2008年8月21日に 1FC マクデブルク戦でリザーブチームでのデビューを果たした2009年11月22日 VFL ーフ無線でトップチーム及びブンデスリーが一部デビューを果たした。 2010年5月26日、ホルトゥナデュッセルドルフにレンタル移籍した。レンタル初年度の2010から11シーズンは26試合に出場し7得点を挙げる。翌年もレンタル移籍は延長され、33試合で11得点を記録し、チームの昇格に貢献。2012から13シーズンからハンブルガーエース V に復帰した。復帰初年はチームが ダイヤモンド型の中盤を用いたこともあり、レギュラーを獲得することはできなかった。翌年は、序盤から好調を維持し、前半戦だけで前年を上回る5得点を挙げる。ものの、その後負傷をし、長期離脱を余儀なくされた。2015年6月、ハンブルガー SV との契約を解除し、1、FSV マインツレーゴへ移籍した。2009年2月に、U、U-19。 同年10月には U-20 のドイツ代表で立て続けにデビューするなど各年代の代表で招集歴がある。ありがとうございます。